テップレスストリートカーはかつてアメリカに存在した鉄道車両メーカーであるブリルが製造した路面電車車両の愛称。床面高さを 254mm にまで低くし、乗降性を向上させた20世紀初頭の超低床電車である。女性の社会進出が本格的に進み始めた20世紀初頭、都市の公共交通機関の主役は街中に敷かれた。 路面電車であった。しかし、当時各都市に導入されていた、路面電車は床面高さが 762mm から 1016mm と、高く、乗降扉から客室までの間には、数段の高いステップを登る必要があり、乗降に時間がかかるた転倒事故の危険性が、高かった。また当時は、女性の衣装として、歩幅を狭めるほど窮屈な裾を持つホブルスカートが、 流行しており、そのような衣装でステップを上がるのは困難であった。そこで、当時ニューヨークマンハッタン等で、路面電車を運行していたニューヨーク鉄道からの要望に基づき、これらの問題を解決すべく開発されたのが、ヘドリー・ドイル・ステップレス・ストリートカーと呼ばれる一連の電車で、ある。両端に設置された、運転台を除き床面高さを2 5 4ト、mm、ルまで、 下げることで客室の調停消化が実現した。それに伴い、台車は運転台側に設置された動輪の直径が大きい、マキシムトラクション台車を採用している。またそれまでの路面電車車両は、車体の前後に乗降扉を設置する場合が多かったが、この車両は中央の一箇所に乗降扉を設置しており、乗客の移動時間短縮や、 乗降時の検察の簡素化に貢献した。座席配置は2プラス2人掛け2の固定式、クロスシートで、両端は運転台側の壁面にも座席が設置されていた。そのため運転台は客席から隔離されており、前面部には安全なためアンチクライマーが設置されていた。なお、愛称のヘドリードイルはこの車両の開発に携わった二人の技師にちなんだものである。 またこの電車は他にも以下の愛称で呼ばれていた。ニューヨーク鉄道へ向け最初に導入された車両は5000型という形式名が与えられ、1912年から翌1913年までに176両が製造、導入された。以降はアメリカ各地の路面電車路線へ向けての生産が行われたのに加えカナダやオーストラリアなど国外の路面電車にも輸出され、 特に、オーストラリア向けの車両の多くは、アメリカ向け車両よりも、全面を含めた窓の面積が広いのが特徴であった。しかし、他の路面電車車両と、車体構造が大きく異なるこれらの超低小電車は、保守や運行において不利であり、それが要因となって、ほとんどの都市では、導入から10年ほどで引退に追い込まれた。ただし、オーストラリアパースに導入された車両については、 第二次世界大戦中の需要増加などの要因で、以降も営業運転に用いられ、末期は廃車された他の車両から部品が供給される形で整備が実施され、1950年代まで現役であった。そのうち最後まで用いられた車両については車体のみ、公園で保存された後、1983年にバース路面電車協会によって改修され、以降は、 復元を最終目標に保管されている。ありがとうございます。